先輩、体調が悪いなら帰った方がいいんじゃない？いや、大丈夫。いらっしゃいませ。いやー、先輩何しようと。じゃあ、カイト君、再々チャレンジスタート。はい、ということで、皆さんにもプレゼントがいきますが、はい、さらに最後の、はい、カイト石川が挑戦する衣装に関しましては、うん、私の方からご説明させていただきます。こちらです。ファミレス配膳チャレンジ、イエーイ。あー、すごい。そんな感じでやるコーナーじゃないと思いますけど。任してくださいよ、こっちとら高校時代にね。説明してないのに。あ、回してくださるんですね。もう勝手に立ってる。サクタンのバイト先、ファミレスにちなんだ企画となっております。これから、石川さんには一定距離離れている場所にお盆に乗せたものを運んでいただき、うん、無事に配膳できたらクリアとなりますよ。あ、もう余裕のよっちゃん。あ、おー、すごい。任してください。よかったね。あ、ありがとうございます。あれ、何それは。すいません。あ、こちらが運ぶのにわざわざ運んできていただいたんでしたら、運んでいってもらえればよかったのに。それはそう、それはそう。あ、でもなんかみんな見たかったんじゃない、こんな海斗くん。グラスを4つ持ってる。持ってる。あ、なんかいなくはない。いなくはない。うん、行きますか、もう。いらっしゃいませ。ひだ。ひの。いらっしゃいませ。これでも、どうですか、今持ってる感じは危なげですか。あ、持ってる感じね。このグラスですね。うん、おそらくプラスチックなので軽いんですよ。軽いんだ。そうだからめっちゃやばいです。あ、逆にね、安定しないんだ。確かに、うん、あんまり急ぎすぎるとはいつ本物のグラス用意されて、うん、パリーンって言っても、うん、多分俺本当にへこんじゃうと思うんで、うん、よかったです。あ、よかったです、やってみますか。じゃあ早速チャレンジ、はい、はい、やってもらいたいと思います。はい、では、はい、チャレンジスタート。そんなに。お客様、大変失礼しました。失礼しました。なんで。店長ごめんなさい。なんで店長ごめんなさい。持ってみないと分かんないね、これね。いやでも多分めっちゃ軽いんだと思う、本当に。あ、軽すぎるのか。あ、じゃあ、すごい。どうにか真ん中に。止まれ。よし。もう一回ね、頑張れ。もう一回、まだ失礼しました。チャレンジいただきたいです。なんかさ、あまりに簡単だったら妨害しようかと思ったけど。そうだね、妨害する意味ないか、ごめん。じゃあ、カイト君の再チャレンジいきますよ。チャレンジスタート。膝を使うんだ。あ、でも、あ、もう、あ、できてる、できてる、できてる。あ、すごい。どんな店で働いてんのとはなると思うけど。なんか、うん、おい、グラスぐらいお盆を使わせるな。確かに指でも。あ、こちら。あ、失敗。ご注文のワインになります。もう首だよ。あ、首。あ、すごい、首だよ。もう激怒。失礼しました。あ、すごい、落ち込んでます。落ち込んでるよ。あ、成功したの。何が こっちまで来たから OK ってこと。あ、いいんだ。そういうこと。1本立ったんで。めっちゃ甘判定。やべえ、ここまで時給いいかもしんねえな。あ、すごい。なんで。何が何でも全部言ってほしいんじゃない。この中で一番進行のテンポ悪かったよ、俺。できるよ。いける、頑張って頑張って。でももう完全にコツはつかんだので OK、 余裕です。じゃあ、カイト君、再チャレンジスタート。じゃない。あなたの壁ドン映ってなかったんじゃない。ちょっと今、あの空中で一本拾って立てれば勝ちかなと思ったんですけど、ダメですね。おてんばだった。おてんばさんが。おてんばである。すごい、やばい、時間がない。時間がない。頑張れ。番組が押している。俺のせいで。頑張ってもらおう。次こそはいけそう。本当クラクラするね、それね。危ない、ね、再チャレンジスタート。いや勝手に始めた。行けるか。あ、慎重に行けばね。置くときに意外とやっぱ軽いゆえに。そういらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あ、いらっしゃいませ。もういい。成功3本立ったから。成功です。やった。
成功、視聴者プレゼント獲得青豚声優チャレンジでした。ありがとうございました。さあ、あっという間に